皆さんこんにちは。2022年の7月13日にスタートダッシュオーダーがリニューアルされて、新しくスタートダッシュステップアップオーダーになったんですよ。で、今までのスタートダッシュオーダーと違う点は、ゲーム開始から72時間以内しか引けないっていうことですね。まあその代わりステップ1が250ジェムで引けるっていうのが今までと同じで、で、前はスタートダッシュオーダーとルーキーオーダーっていうのが別々にあったんですよ。で、スタートダッシュオーダーは、まあ、いつまで経っても引かない場合でも、ずっとね、引ける状態のまま残ってたんですけど、ルーキーオーダーっていうのが72時間限定のやつだったんですよね。別々だったんですけど、まあ、リニューアルしたと。ルーキーオーダーってなくなったんかな？あ、これ販売終了したんですね。一部オーダー販売終了のお知らせ。これどっちとも終わりましたね。で、これステップ2でも、1250ジェムで星音1枚確定なんで、まあ、リセマラステップ1で終わらした人もステップ2でも十分お得ですね。1250ジェムで星を1枚確定。これ基本的にこの動画撮ってる時点では2500ジェムで星を1枚確定とかそういうのが多いので、で、ステップ3は2500ジェム使うけど勇気1枚確定だから勇気をピンポイントで狙える。で、ステップ4だとそれのアスナ版 でステップ5まで行けば2500ジェムで星音キリトーが2枚確定なん でステップ5もかなりお得なんで。で、ゲーム内だとこのオーダーのラインナップ開始から72時間しか見れないんですけど、まあ俺ちょっとまとめたので、これこのリセマラの記事の、あ、リセマラ記事ほんと最近作ったんですけどマジ大変でしたで、これラインナップね、ここから見れるんで、ここに貼ってあるので。で、これの、まあ、ここ目次あるんですけど、ステップ3確定枠キャラってあると、これ勇気が確定のやつ。で、ステップ4はアスナ確定。で、ステップ5がキリト確定。この中から1枚出る。で、ステップ5は2枚なんで、この中から2枚出る感じですね。で、まあ、キリト確定はこの突き進む英雄キリトも入ってるんで、まあ、ステップ1のリセマラで、まあ、これ引かなかったとしても、もしかしたらステップ5でそれも出るかもしれないと。まあ、同時に狙うみたいなことができるかもしんないと。で、今回はこのリセマラ当たりランキング作ったので、これ上から見てきますね。これランク分けしてるんですけど、一番上のランク、これ S ランクですね。まあ、ほんとこれ賛否両論あると思うんですけど、それちげえよみたいな。リセマラやるんだったら、そのストーリーでも使えるようなやつを、まあ、一番上のランクにした方がいいんじゃないかっていう意見が多いと思うんですけど、まあ、そもそもリセマラってストーリークリア後もやる場合ですね、それが前提のものだと思うので、マジストーリーだけやるんだったらもうリセマラする必要ないんですよ。で、本当に最強を求めるんだったら、この青バラキリトってやつを狙って、今毎回恒例なんで無料オーダー、これでリセマラする方がいいんですけど、まあ、このスタートダッシュステップアップオーダー引く前に先に無料オーダー引いて、それでなんかいいの出たら、まあ、そのままリセマラ終わりにしてもいいのかなって思います。で、まあ、無料オーダーのリセマラはちょっと前に動画出したんで、まあ、それ動画説明欄にリンク貼っておきます。で、これ S ランクの作詞のアクスアルゴ、これ作詞アルゴって呼ばれるやつなんですけど、これは最大 HP がまあ大体12万5000ぐらいまでいくと、まあ、ほぼクリティカル確定になるんで、あ、やべ、これ属性耐性とか書いちゃった。これクリティカル耐性のある敵に使うとちょっとクリティカルが出ない場合もあります。で、これ S ランクと A ランク、ほんとこれ同じくらいマジでいいスキルだと思うんですけど、この S ランクとか A ランクってこれストーリー進める上だとあんまり役に立たないやつなんで、ほんとストーリーすぐにでも進めて、で、ストーリークリア後のやつみんなと一緒にすぐやりたいっていう人はあまりおすすめはしません。本当にガチでやるんだったら、まあ、このスキル狙うよねみたいな感じで。で、やっぱこの夜空に咲く青バラキリトとか、このパワーライズっていう効果を持つ、この装備するだけで攻撃力が800上昇するやつ、これマジで強いんですけど、まあ、なんか最近オーダーでたまにピックアップされるんですよ。まあ、この動画撮ってる時点ではこのパジャマパーティーオーダーっていうのがあるんですけど、まあ、ここにもパワーライズ3っていう効果を持つ覚醒スキルがあるんですけど、まあ、今はねちょっとねこういう効果の発動条件が厳しくて、まあ、ほんと使いにくいっていうのが多いんですけど、まあ、手に入んないこともないんで、まあ、これ初回1250ジェムですけど、まあ、ちょっとストーリーなんか5層とか6層とか何層
層まで進めればいいか分かんないけど、まあ、何層かまで進めてって、でこの1周分引けるまでジェム溜まったらこのオーダー1周して、まあダメだったらリセットしてっていう方が、俺がその説明しているそのスタートダッシュステップアップオーダーとか無料オーダーのリセマラよりは時間かかんないのかなって思います。まあ一番いいのはステップ5まで行って、ステップ5で、まあ、ピックアップされたスキルのうち4つの、まあ、4つだいたいピックアップされるんですけど、4つのうちのどれか出るやつ、まあ、だいたいこういうやつですね。このステップ5の新星音1枚確定ってやつ、こういうのあったらね、あの取りやすいんですけど、まあ、多分そこまでやるの多分気が引けると思うので、ただかかる時間で言ったら、まあ、そっちのがまだいいのかなって。だってさ、これさ、スタートダッシュステップアップオーダーさ、これ排出率おかしいでしょ、低すぎるから。これピンポイントで狙うのマジきついよこれ。多分今までの、え、だって無料オーダーどうだったっけな、今この動画撮ってる時点でのこの無料オーダーが提供割合 0.01 か。このリニューアル前のスタートダッシュオーダー見てみると提供割合 0.150 になってるな。スタートダッシュステップアップオーダーは 0.031 だね。もっと低いね。これリニューアル前よりピンポイントで狙いにくいじゃんこれ。あ、これ、あ、確定枠じゃねえや、これ。ちょっと待って、確定枠が 0.775 か。スタートダッシュステップアップの方が 0.775 で、スタートダッシュオーダーが 3.750 だったから、スタートダッシュオーダーの方が狙いやすかったのか。かなり排出率的には厳しいですね。ちょっと以前より覚悟がいるリセマラになってだと、まあ、その分強いやつ手に入るんですけど、まあ、とにかくやっぱクリティカル発生率がかなり高まると、で確定で出しやすいっていうこの作詞アルゴを S ランクにしました。まあ、こっちもねいいんですけど、やっぱクリティカル出すっていうのが最初は重要だと思うので、まあ、だんだんクリティカル耐性とかある敵と戦うことになるんで、そうなったら、まあでもそれでもイベントとかで使ったりするんで、ダンジョン周回とか全然使うんで、いろんな場面で、まあ、クリティカル耐性ある敵にも、まあ、他にもなんかスキル併用してクリティカル出せるようになったりもするので、まあ、あとは A ランク、今ね始めたばっかの人はこの直剣モッドってやつ、片手直剣のモッドスキルっていうのが、あの周回しやすくて手軽に高いダメージが出せるので、まあ、これがいいって言われてるんですけど、それの2枚持ちを可能とするスキルですね。普通1枚しか持てないんですけど、まあ、ただオーダーで直剣モッド2枚を当てないといけないっていうのと、モッドスキルの3枠目の解放を2回しないといけないっていう、マジで大変なので、まあ、ストーリーでもあんまり使えないし、使えんのかな、直打ちしたことないから、これ直で打ったことあんまないんでわかんないですけど、まあ、これ縦傷、これ中期の縦傷めるってやつは、これ打った直後にすぐ衝撃モーションが早いやつ打たないとこのバフが乗らないってやつなんですけど、ちょっと条件厳しめな分強いですね。まあ、これ直打ちしても結構威力出たりするので、縦スキルが育ってればですけど、まあ、でも今直打ちする人あんまいないですね。あと闘魂ブロー、これはもうマジでかなり後にならないと、あ、でもこれどうなんだろう、これフロアボスで使ってもいいんじゃないかっていう意見もあるんですけど、まあ、これはかなり賛否両論あるやつですね。特にもうストーリーではもうほぼ無理ですね、無理ゲーですねこれ。もうなんでこんな引いたんだろうって途中まで思うかもしれないですけど、まあ、後になってこれ引いてよかったって思うんで、ずっと続けるならですよ、ずっと続ける覚悟あるならこれ引くといいと思います。マジでストーリーとか、まあ、もっと解放しないと役に立たない感じするので、今のところは。あと次 B ランクですね。ここら辺はもう無難なんだろう、でもこれもストーリーだと、まあボス、ストーリーのボスに使うぐらいで、モブ狩りとかもちょっとやりにくいし、まあこれ砕けぬ石優衣は結構おすすめですね、この中だと。あのストーリーでも使いやすい。ただこっちの突き進む英雄キリットは直剣モッド使う場合にすごくいいので、スイッチもすぐ溜まるので、ストーリーをすぐ進めたいならこの砕けぬ石で、本当に最強を求めて、でもまあストーリーでもそこそこ活躍させたいっていう場合はこっちですね、突き進む英雄キリット。このスタートダッシュオーダーがリニューアルされる前はこの突き進む英雄キリットを一番当たりにしてました、当たりだと言ってました。あとはクールウィッチシノンってやつ、これがやっぱ防御力が高いほど強い直剣モッドと相性がいいので、
これも一応 B ランクにしました。あと C ランクですね、今ほとんど使われなくなったハヤブサ斬りっていうテクニックが使える、まあ使えるというか、まあこういうスキル使ってハヤブサ斬りっていうのをやると、まあ通常攻撃だけで、まあ現環境でもものすごい強い人ですよ。トッププレイヤーの人は通常攻撃一撃だけで80万以上のダメージ出すんですけど、まあ、ほんとどれくらい時間かけたかって分かんないぐらいもやってる人なんで、もう途方もないくらいやってるトッププレイヤー子さんの方々なんで、もう相当スキル揃ってないといけないし、そうスキルがあまりにも必要なやつ多すぎるんですよ。必須スキルがあまりにも多い。だからこれはちょっとあんまり、まあ、おすすめしないかもしれないですね。あとは D ランク、このねホークアイシノっていうのが突風なんで、あの属性が、まあ、今61層フロアボスとか属性耐性突と風以外結構ついてたりするので、これね、まあ、そこそこ効くんですけど、まあ、火力としては微妙なんですよね。その直剣、あ直剣じゃない、弓モッドに比べたら、まあ、ただこれ覚醒スキルなんで、まあ、覚醒スキルって持ってるだけですごくいいので、1枚でも多くね持ってるといいので、まあ、覚醒スキル当たったらまあ当たりかなって感じ。結構ここら辺は無難ですね。まあ、これ強襲の一撃リーファっていうのが、まあ、ストーリー進めやすいって言われてるやつで、言われてんのかな、まあらしいんで、まあここら辺はまあ当たったら損はないと思うけど、まあ特別当たりっていうわけでもないかな。今は、前は結構当たりだったんだけど、やっぱねこういうのに比べるとね、すごい後になってから、あそこで当てとけばよかったってなるんで。でまあやっぱラインナップが多いから、その本当にハズレみたいなやつはランキング全部書いてるともう書ききんないっていうか、もう労力的にきついので、もうここら辺で止めました。もうこれ以外はそんな、まあ覚醒出たらいいかなってくらいなんで、正直もうリセマラしない方がいいんじゃないかって思うくらいちょっとめんどくさいと思うので、リセマラが。であとはランキングから外したスキルですね、まあ、これがまあ S ランクで紹介したサクシアルゴと同じような運用が可能っていう感じなんですけど、まあこれサクシアルゴより使える場面が限られてくると。これねソードスキルだから敵に当てないとバフ効果発動しないんですよ。でもこれサクシアルゴって敵に攻撃当てなくても、これ自体バフしか発動しないバフスキルなんで、敵に当てなくてもバフ発動できるっていう点で、まあこっちのが使いやすいんですよね、サクシアルゴの方。まあこれステップ345の確定枠以外に収録されてるんですよ。確定枠にすら入ってなくて、ステップ345の普通の排出キャラ一覧に入ってるんで、これマジで当てにくいし、ステップ345まで引くリセマラするくらいだったら普通のオーダーでリセマラする方がいいと思って、まあこれはさすがにこれ狙うくらいならサクシアルゴ狙った方が断然いいよねっていう感じで、まあこれソードスキルなんでモブ狩りに使える覚醒スキルなんで、まあ、かなりいいんですけど、これねリセマラのランキングから外したやつはいいスキルなんですよ。大体どれもいいスキルなんですけど、リセマラで引くとしたらちょっと、まあ、もっといいのあるよねっていうだけで、このスキル自体は結構いいんですよね。いいスキルです。あとおてんばメイドリズベット、まあ、これも、まあ、闘魂ブローリズベットと似たような状況で使うやつなんで、それ併用するなら強いんですけど、まあ、これをリセマラで当てるとなると、狙うとなるとどうなのかなって話で、まあ、ランキングから外しました。あとは天職の務め友情、これはちょっと、まあ、効果時間が15秒と短いので、もうこれですね、ここ、とにかくこの効果時間が短いっていうのは、もうこれだけでもうランキング外ですね。ちょっと、まあ、これ自体はマジで強いんですよ。このサクシアルゴと併用するとほんとクリティカル発生率高まるし、これだけ使っても、例えばそのパートナーの小春っていうのに装備すると、まあ自分にもバフ効果がかかるので、まあいろんな使い方ができるんですけど、リセマラで狙うとなると、まあどうかなと思ってここ外しました。あとは剣傷ってやつ、あの A ランクで忠義の盾キズメルってあったと思うんですけど、これですね、これ縦傷って呼ばれるやつで、でさっきのやつが剣傷って呼ばれるやつなんですよ。片手直剣バージョンで、縦傷が縦スキルなんで、結構片手武器使えば、まあ、縦装備さえすれば使えるんですよ、縦傷って。ただこれ片手直剣なので、片手直剣使う時にしか使えないっていう汎用性の差があります。あとはこのバフがマジで乗りにくい、このスキルなので、ランキングから外しました。まあ一応この当たりランキング作って
て見たんですけど、これ本当に全部入ってるスキルを評価するの大変なので、ちょっとここら辺で仕上げておきました、この記事は。まあ、リセマラ当たりランキングについては大体そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。